どうも、オナです。今回なんですけども、新しい iPhone SE、こちら届きましたので、今からですね、ちょっと開封して、実際にどんな感じかっていうものをですね、開封してですね、見ていきたいと思っております。まあ、私は普段、海外とか行ってる人間なんでね、まあ、海外旅行とかでも、まあ、十分使えるスペックかとかね、今回のやつはですね、めちゃめちゃコスパがいいと言われてる、まあ、iPhone、まあ、今までの iPhone が、高すぎたっていうところあるんですけども、まあ、果たしてね、こちらがどんなもんかっていうところをですね、いろいろとですね、レビューしていきたいなっていうふうに考えております。まあ、それで今回なんですけども、こちらの、はい、楽天モバイルのですね、まあ、SIM カードもですね、私、持っておりますので、これを挿してみてですね、まあ、これが使えるかとかですね、まあ、そういったところもですね、レビューできればなっていうふうに考えております。ということで、早速なんですけども、開封してみましょう。はい、今回なんですけど、ヤマト運輸でですね、まあ、荷物がね、来たんですけれども、まあ、ヤマト運輸の場合ですね、荷物っていうのはですね、まあ、来ても、玄関のところに置いといてくださいって言ったらですね、今はですね、そう、荷物置いてくれて、特にハンコとかも、必要なくですね、もう置いてくれるということで、私はですね、最近すごいそれを役立っております。まあ、毎回ですね、玄関出てっていうふうなこともやらなくていいので、非常に重宝しております。ということで、じゃこちらもう。で、私なんですけど、ちなみに iPhone 11 Pro Max をですね、愛用しておりましてですね、うん、まあこれがあるんで、まあ十分、ぶっちゃけっていう、もう、これで十分すぎるぐらいね、スペックあるんですけども、まあちょっと今回はですね、ちょっとレビューした後にですね、もう、両親にプレゼントしようかなっていうふうに思っておりまして、まあ両親も、6S を使って、まだね、6S が使えてることが、不思議なくらいなんですけど、親はですね、まあ愛用しておりまして、バリバリ現役です。ただまあちょっとやっぱりね、もう最近だと、電源が、バッテリーが短くなったとか、そういったことも言ってたんで、まあそういったですね、長く iPhone を使ってた人にはですね、まあぴったりの、まあね、ものなのかなって日にはね、思っております。ちなみにお値段なんですけど、44,800円税別でですね、税込みだと49,280円というでですね、かなりまあ、ね、Android を使ってる方からすると、まあ、ぼちぼち高いかもって思うかもしれないですけども、まあ、私のですね、こちらのですね、iPhone に関してはですね、もう11万とか、それぐらいしてるんで、まあ、それ考えると破格ですよね。では、父親にですね、今回プレゼントをとりあえずしようかと思ってるんですけども、母親もちなみに iPhone 使ってますけど、多分母親知るのがいいのかなっていうふうには思ったりもするんですけど、はい。今回の新しい iPhone SE ですね、出てきました。ホワイトだった。そうそう。ホワイトだった。じゃあこれ母親用だな。自分の買ったも忘れるなって話ですけど、表は、はい、普通の黒いやつで、裏はですね、白ということで、いいですね、デザインも。すごい冷たい、いいな。それで、まあ、いつものようにですね、はい、このような、はい、イヤホンも入っておりまして、はい、充電ケーブルもって感じでですね、こちらをですね、今から初期設定していこうかと思うんですけども、はい。まあ、ちなみにですね、楽天モバイルのですね、SIM が挿せる、Galaxy A7 っていうですね、Android 端末、私持ってなかったんで、こちらも実は購入しております。今ですね、こちらにですね、楽天の SIM を挿しているような状況でございまして、じゃあちょっとこちらの楽天の SIM を使ってですね、アクティベーションっていうのをですね、していきたいと思っております。ちなみにこれに関してはですね、ポイントバックもあって、ポイントバック考慮だと18,000とかそれぐらいの値段になりますので、まあちょっと iPhone とね、動画っていうところもですね、なんか比較できればいいなっていうふうにはね、思っております。こちらがですね、はい、楽天の SIM となっております。はい、ではこれがちゃんとこちらでも使えるかっていうところなんですけど、ではこちら iPhone では中に入れてみましょう。はい、ではつきました。そうそうそう、ホームボタンがあるんですよね。まあ両親にね、正直、まあ iPhone ね、新しいやつ、買おうかなって、ぼちぼちこれが発表される前も考えてたんですけど、果たしてまあホームボタンがね、ないって、両親使えるかなっていうのはね、すごい思っておりまして、iPhone 8 Plus 使った時はホームボタンあったんですけどね、次に乗り換える時はですね、ホームボタンないの、ちょっとどうなんだろうっていうふうに思ってたんですけど、意外とでも、使ってみると、まあなくてもなんとかなるもんだなっていうふうに思って、私は別にもうなくても全然使うことはできるんですけど、まあちょっとね、両親とかだと、まあかなりですね、抵抗もあったりするのかなっていうふうにはね、思ったりもするんで、まあそういった意味ではですね、今回の iPhone SE っていうのはぴったりだなっていうふうに思ってね、もう即買いいたしました。楽天とは出てないですけれども、SIM はキャッチして、しておりますね、楽天モバイルの。うん。まあ、ちょっとこれでやってみましょうか。できなければ Wi-Fi 使うと思うんですけど、まあね、Wi-Fi 環境もないという人もいるでしょうから、ちょっとこれでやってみようかと思います。ではちょっと待っときましょう。設定続けてるんですけど、私がですね、知らない間にこうやってホームボタンの感触とかね、そういったですね、機能もですね、加わってますね。うん。ああ、弱い、強い、プシュってね、なったりしますけども、それの感覚をつけれるということで、まあ別にどれでも、
3が強いですね。まあ3にしてみましょうか、うん、ではではでは、荷物も来てたり、本当にありがたい今の時期でもですね、物流の方に本当にたくさんに私のところに荷物届けていただいて、この iPhone ですね、届けていただいて、ようこそ iPhone へということで、まあいつもお世話になっておりますけれども、使いたいと思います。さあ始めよう。ではまあね、ここら辺に関してはもういつもよく見るですね、画面でございますけれども、じゃあちょっとですね、こちらをですね、いろいろはい、触っていこうかなって日には思いますけれども、まず今回はまだ Wi-Fi もつながってない状態なんですけども、ちゃんとこう楽天のもうSIM がですね刺されておりまして、ちょっと私のブログとかにもアクセスしてみようかと思いますけれども、あ、いけますね。なるほどなるほど、これはもう楽だなということで、まあね、楽天のSIM で使いたいっていう人もいるかもしれないんですけども、もうちゃんと使うことができますね。ただちょっと気になるのがですね、楽天のその LTE のところがですね、はい、電波が立ってるようで立ってないようなですね、ちょっと白、そんななんか不安定な感じになってるんですけれども、 APN とか特に入ってないんですけども、これでもちゃんと通信ができているような状態になってますね。あ、そうですね、楽天のSIMでちょっと注意していただきたいのが、このVOLTE ってところですね。こちらはですね、オンにしとかないと確かいけないというので、じゃあこれオンにしたら、あ、ちょっと電波入りましたね、うん、はいはいはい、このように入りましてですね、じゃあこちらも、はい、私が愛用している、まあ皆さん使われている方も多いと思うんですけど、こちらのアプリ入れてですね、はい、ちょっとダウンロードしてみたいと思うんですけど、このカメラに関しては一つしかない、シンプルだな。私が持ってるですね、11 Pro Max に関してはもう3つもね、まあこれタピオカとか呼ばれてたりもしましたけど、こちらは昔ながらのちょっと可愛い感じのですね、もう一つということで、ちょっとこれも後で画質とか動画とか、まあYouTube の撮影とかで使われる方っていうのも多いかもしれないんで、私もね、果たしてまあね、使えるかどうかっていうところも気になるんで、ちょっとこれもですね、チェックしてみたいなとは思うんですけど、とりあえずはじゃあちょっと、はい、スピードテストをですね、こちら先にしてみようかと思います。はい、それではスピードチェックしてみましたけれども、はい、このようなものとなっておりまして、まあ10メガぐらいですね。ちょっとね、私マンションに住んでいるということもありましてですね、もっと多分地上ではね、早いかと思いますけれども、まあ、ちゃんとこう楽天のですね、はい、SIM カードでもこれぐらいのエリア、まあ対応していればですね、まだ入らないところっていうのはかなり多いんでね、まあそこはちょっと注意していただきたいんですけれども、ちゃんと使えるようになっておりますね。それで今回のやつなんですけど、スロット自体はもう一つしかないんですけども、eSIM にもですね、対応しておりますので、私楽天モバイルなんですけれども、eSIM を実はもう一つ申し込んでたんですよね。なんでまあせっかくなんで、ちょっとこちらの eSIM をですね、 iPhone にアクティベーションできそうなんでやってみようかと思っております。ではこちらの QR コードを iPhone で読み取りたいと思います。モバイルプランを追加としてはですね、QR コード読み取るところが出てくるので、これでやってみましょう。できるのかな、これで。ちょっといろいろ触ってみたんですけれども、できましたね。今ですね、楽天ちょっとややこしいんですけれども、楽天のまずこちらの SIM 抜いた状態でございます。新しい iPhone SE ですね、まあ、それで SIM がですね、もう全然刺さってない状態なんですけども、はい、別のもう一つの回線ですね、楽天の LTE というところですね、はい、キャッチすることができまして、 SIM が入ってない状態です。だからこれが eSIM ですね。はい、それでちょっと私のブログとかもちゃんとですね、こちら通信できている状態でございますね。まあこれで YouTube とかも当然ね、見ることができるということで、だから2つ回線持つことできるんですよね。じゃあちょっとこの楽天のSIM は置いときましてですね、もう一つ、私が普段メインで使ってる、まあ格安 SIM をちょっと挿してみたいと思います。こちらモバイル通信プランの追加ということで、追加になっております。はい、こちらこんな風に回線が2個設定できるような状態になりまして、こうですね、はい、主回線副回線という風に設定できますね。ほうほうほう。デフォルトに関しては私がいつも使っている回線とか、モバイルデータに関してもどちらの SIM を使うかとか細かい設定もできますね、うん、いやちょっとこれは楽天の方にして、もし楽天が繋がなければこうドコモの方にっていう風な設定もできますね。わ、これすごいな。今ですね、こんな風にですね、まあ、2つの電波がキャッチしておりまして、まあ、1つが楽天のやつ、もう1つのやつがドコモということで、基本的にはもう楽天のやつを使う、まあ、楽天のやつはね、1日10ギガまで使い放題ということでですね、もうほぼ使い放題に
近いんでね、 iPhone をですね、 SE を購入される際にもし楽天モバイル のやつもですね、ちょっと試しに使ってみたいという方は、1年間無料で使うことができますので、ただこうポイントバックとかもあって、楽天リンクっていうやつが使えないんです。 iPhone 系に関してはですね、そこはちょっとご了承いただきたいっていうのと、正式なサポートを受けることができない。一応ですね、楽天モバイルとしても iPhone SE はですね、保証っていうところですね、対象というふうにして今のところは認めてないんで、おそらく認めるとは思うんですけどもね、そんなところもあって条件付きにはなるんですけども、そういったのも使いたいよって人がいるのであれば、eSIM の方を申し込んでみてください。本当にもうこれでもうサクサク動きますし、本当にいい感じだなっていうふうには思います。ではちょっと今からですね、実際にカメラとかね、そういったところもですね、どれぐらいの実力かっていうところを確認していこうかと思っております。こちら ANA のフライングホヌというですね、模型となっておりまして、これはカートを10万円で購入したやつをですね、今でも愛用しておりますけど、結構使えていいですね。ここら辺はですね、ちょっとこう汚れてたりしますね。でも味があっていいとも言えますね。はい、こちらがホヌのインカメアウトカメラの映像となっております。ここら辺の汚れとかなんか違ってたりしますかね。はい、こちらがですね、私が買ったギャラクシーのですね、動画となっております。どうですかね、ここら辺の汚れとかは違ったりしますかね、iPhone と。はい、どうも、オナです。こちらがですね、新しい iPhone SE のインカメラの動画となっております。どうですかね、できればこうやってね、コンパクトになりますので、なんかライブするときにも使えるぐらいだったら全然ね、使いたいなって日には思いますけども、どうでしょうかね。結構ね、こちらだと重かったりするんで、これは軽いですね、さすがにね。どうもなです。こちらがですね、iPhone 11 Pro Max のですね、インカメラの動画となっております。はい。こちら、Galaxy のインカメラの動画となっております。どうでしょうか。参考程度に。それでは私は新しい iPhone SE の動画とか写真もチェックしましたし、こちらのですね、iPhone 11 Pro Max のですね、動画もとかも企画してみたんですけども、ほぼ変わらずって感じなような気がします。若干こう音声が iPhone 11 Pro Max の方がね、いいような気がして、やっぱりこう動画とかね、やられる方であればですね、11 Pro Max とか、できるだけスペックの値段の高いやつをですね、使われた方がいいのかなっていうふうには思うんですけど、コスパ的にはもうほとんどこっちでもういいんじゃないかなみたいな。レンズがね、一つしかないんで、こう、ズームとかするときにまた差が出てくるとは思いますけれども、普通に使う分には本当にもうめちゃめちゃコスパのいいものとなっておりますね。それで今回ちょっと参考に Galaxy A7 ですね、こちらもですね、入れてみたんですけども、iPhone ってあれなんですね。音声がいまいちなんですね。こっちの Galaxy に関してはですね、そこまで値段の高くないものですけども、それで画質とかもね、やっぱり iPhone に比べるとかなり劣りますけども、音声はね、めちゃめちゃいいなって日に思いました。iPhone 11 Pro Max よりも全然いいですね。はい。ということも、そんなことも思ったりもしたんですけども、こちらですね、iPhone 新しい SE に関してはですね、こう eSIM も対応しててですね、サブでこう楽天モバイルのですね、SIM 通信もですね、入れれるっていうことが分かったんで、いやー、これ本当にね、もう今、買うしかないでしょってぐらいのやつですね。それで色はこうホワイトと、私が持っている今ホワイトと黒と赤があるんですけども、表は全部こう黒になりますので、そこだけはちょっと注意していただきたいなっていうふうにはね、思ったりもしますけれども、いやぜひともね、皆さんも iPhone 結構長く使われてるっていう方がいるのであれば、それでそこまでね、写真とか動画とかね、そういったところまで求めないよって人はもうこれ一択だと思いますね。でこれはね、間違いなく爆売れすると思いますので、ぜひとも興味ある方はですね、買ってみてはどうでしょうか。この動画もしよかったら役に立ったって、ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。またツイッター、インスタグラム、ブログやってそこをチェックしていただければ非常に嬉しいです。それでは。